ございます。今日は結構冷えてて、マイナスじゃなくて15度でした。なんでさすがに上に羽織るものを着ました。行ってきます。駅伝ファンの皆様、10月14日がいよいよいつも駅伝がありますよ。皆様、私と一緒に出雲駅伝を見ませんか？どこの大学が優勝するのか、本当に楽しみですね。その日はもうワクワクが止まらないと思います。地元の方で、私の YouTube 見てくれた方で、私が走ってるの見たら、あの人だってわかるかもしれないんですけど、私が YouTube してるの知ってる人は本当にごく数人しかいないから、まだ全然気づかれてないですね。ほとんど誰にも。今日は大幅にコースを変えました。国道45号線を走っています。5号線の海沿いを走っています。震災が起こる前はずっと海を見ながら走ったりしてたんですけれども、今は防潮堤ができていますので、海をこう望むことはできないんです。このような高い防潮堤が作られています。こちらは三陸鉄道の踏切です。いつも私は往復のコースなんですけど、今日はすごく大きい周回コースにしました。なので当初20キロぐらい走るつもりだったんですけど、調子がいいので25キロぐらいになると思います。さっきまでずっと日向だったんですけど、日焼け覚悟で走っています。ここは日陰で川も流れていてすごく気持ちいいです。私トライアスロンをやるためにトレーニングしてた時期があるんですね。でちょっと諸事情で練習ができなくなったんですけど、で昨日動画でご紹介した根浜海岸、最後のあそこでトライアスロン大会が行われるんですね。確か浜より国際トライアスロン大会みたいな名前だったと思うんですけど、結構大きな大会で、距離とかはロングではなくてショート、短い距離に行われるんですけれども、ああいうなんか究極的にかっこいいスポーツに憧れてましたね。あとは射撃ですかね。女スナイパーかっこいいですよね。なんかすごいキャッツアイみたいなピタッとする服を着て、なんか黒いすごいボディースーツみたいなのを着てるイメージですね。ゴルフもやってみたいですね。実はこの先にいつもの心臓破りの坂があるんですね。でこの20キロ以上走った体にもう一度刺激を入れて最後に体にとどめを刺したいと思います。そこを越えればあとは下りなので、坂に差し掛かりました。さすがにかなり効いてますね。はい、ここが坂の頂上です。はい、登りきりました。
はい、走り終わりました。やった。チャンネル登録してくださった方がいらっしゃいました。本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。感謝しております。これ走ってる時に拾ったんですけど、梨みたいな、何ですかね、これは梨ですかね。今106号線を走っています。今日はすごく行きたかったところに行きます。ここの、信号から右に入ります。